ガダルカナルに設置された SCR-2681942 年8月 SCR-268 はアメリカ陸軍発のレーダーシステムである。これは正確な照準能力と自動追尾システム及び対空サーチライトの指揮などを行うために開発された。このシステムは第二次世界大戦終結頃にはすでに時代遅れのものと考えられており、 ティザード施設団によりアメリカ合衆国に提供されたマグネトロンを用いた類似のより正確な SCR-584 マイクロ波レーダーに代替されていた。通信体はレーダーの着想をニュージャージーのフォートモンマスにある通信体研究所にてウィリアム・アール・ブレア大佐指揮のもとに1920年代からすでに実験を続けていた。通信体の研究は 多くが当時一般的なアイディアであった赤外線探知システムが中心であった第二の新世代型探知機であるマイクロウェーブレーダーも小規模な研究計画として続けられていた。低いジェネレーター効率と距離測定能力の欠如はこれらの研究を利用不能なものとしてしまっていた。1935年研究の新参者の一人ロジャー B ・コルトンは アメリカ海軍の格差無レーダー計画へ技術者を送るよう説得した。海軍の計画は1920年代初頭から海軍研究所にてアルバート・ H ・テイラーとレオ・シー・ヤングが運営する研究に牽引されていた。ウィリアム・ C ・ハッシュバーガーは正式に彼らが何を行っているか見に行き、それらの非常に実用的なレポートを持ち帰った。 彼らは予算獲得のためこのような装置を欲している部署を探し、ついに1936年2月1日正式に、雨天、霧、煙などを貫いて1万5000ヤードの射程を持つ自動照準システムの予防を沿岸砲兵司令官から受け取った。通信大使機関のジェームズ・ B ・アリソンの支援を得て、少額の予算をかき集めたの計画からいくらか、かすめ取り取った。 1936年12月試作機を稼働させ改良を続けた。1937年5月26日、試作機は納得させられるデモンストレーションを行えるようになった。B-10 爆撃機を標的に10マイル先から問題なく捕捉した。このレーダーは観測データをサーチライトの操作チームに送り爆撃機とみなされる。場合はそれを中心に光線を放つ。 目標は問題なく撃破され、デモンストレーションは非常に印象的なものとなった。長距離早期警戒レーダーの優先順位が上がり、試作機のパーツが SCR-270 に再利用され、少しばかり開発が遅れた。それでもこのシステムの生産は、ウェスタンエレクトリックにて1939年に SCR-270 と同時に開始された。 このレーダーが正式配備されたのは1940年で3100機が終戦までに生産された。SCR-268 アンテナシステムは3つのグループに分けられた多数の双局子によって構成され、それぞれが受動反射器の前方に試行可能な十字に装着される。この十字は大型の土台に直立した短い脚柱とその 中心から左右に垂直に伸びる柱によって構成され、さらにそこから複数の十字に交差する腕が並列するように生えている。このアンテナシステムは幅およそ12メートル、高さおよそ3メートルであった。柱と腕は共に軸を中心に回転し目標の高さと距離をそれぞれ測定する。背部から見て腕の左側は角度に好感度で、 高さに鈍感になるよう双極子が配置されている。これは横方向に6つ、縦方向に4つの双極子を配置された。他方、右側は同様だが小型にして縦方向に敏感で横に鈍感にするように小90度回転させて配置してある。こちらは横方向に2つ、縦方向に6つの双極子で構成される。ありがとうございます。